バルーングラスで作ると何が起きるかっていうとね、これみなさんこんばんは、バーネコマタヤナライです。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今回作るカクテルはオリジナルカクテルのティアラジャスミンアップルを作りたいと思います。このティアラジャスミンアップルというのはもともとは私のね、まあ、見ている方もいるかもしれませんけど、私の作った PV でユートピアっていう動画があるんですよ。すごいかっこいい動画なんでね、そちらも概要欄貼っておきますんで、まだ見てない方はぜひ見てください。そのユートピアっていうカクテルはちょっとね、フレッシュなアップルとかを攪拌したりする作業があるんで、ちょっと手間なんですよ。だからそれをもうちょっと安易版というかね、簡単にしたカクテルを今回はティアラジャスミンアップルという名前でご紹介したいと思います。はい、まずはね、いろいろ入るんですけども、材料は、まあ、作りながら説明するにしても、今回はねバルーングラスというね、ワインのグラスに似たグラスでカクテルを仕上げていきます。最近やっぱりね、こういうバルーングラスの方がね、香りを楽しむためには向いてるということでね、このバルーングラスでジントニックを作ったり、まあそういうことが流行ってるって感じですかね。まあ実際に本当にね、この方が香りが立つので、このバルーングラスの特性を生かしたカクテルというふうになってます。そしてまた度数が、これ蒸留酒が入らないんですよ。最近のトレンドとしてはローアルコールがあって、あんまり蒸留酒使わないでね、作った方がね、まあお酒が弱い方にも楽しめるということでね、最近近年の流行の一つかもしれません。なのでこれもローアルコールカクテルになりますね。はい、それでは作っていきたいと思います。まず持ってる方はで構わないと思います。今回作るのはね、カルダモンのビターズっていうのがあって、そのカルダモンのビターズをね、グラスにまずね数滴垂らします。4滴ぐらいかな、4ドロップスぐらい垂らしたら、まずグラスにねなじませます。しっかりとできるだけね、上部の方にグラスがたまるように回していただきたいですね。はい、ちょっと香りをそのままなじませます。はい、この間に材料を入れていきたいと思います。まずは先ほど言ったティアラのねジャスミンリキュール、これ完全に保存料とか着色料、香料とかを使ってない無添加のリキュールなんですよ。リキュールでは普通そういうのが入らないとね、まあ味わいが多分決まらないんでしょうね。それは一切使ってないというかなり類まれなリキュールの一つですね。このティアラのジャスミンリキュールを 40ml。 はい、そして次にアップルジュースですね。アップルジュースを 60ml。そして次にこれはグレープフルーツジュースですね。グレープフルーツジュースは 30ml です。こちらはフレッシュじゃなくて濃縮還元のグレープフルーツジュースの方がむしろこのカクテルは合いますね。やっぱりフレッシュの方が美味しいっていうふうに思われてる方もいると思うんですけども、フレッシュは確かに香りはいいんですよ。だけどね、味わいがちょっと薄かったりするんで、フレッシュなグレープフルーツとか、まあ、フレッシュなオレンジもそうですけど、あと濃縮還元ジュースとね、両方ねカクテルによって使い分けたりするとよりいいと思います。はい、そして最後にこれはレモンフレッシュ、これこっちはフレッシュなんですよ。フレッシュなレモンをこれは8分の1カットぐらいですかね、を注ぎ入れます。しっかり絞ったら、これ実は皮そのまま使うのでまた取っておきます。はい、そしたら氷を入れてシェイクします。そしたら蓋を開けて、そしてストレーナーを使って注ぎ入れます。はい、しっかり注いだら、このシェーカーの中に入っている氷を入れましょう。たっぷりと入れましょうね。はい、こんな感じでしょう。そしたら最後に
飾り付けをします。まずは先ほど絞ったレモンですね。やっぱレモンね、皮の部分が入ってるんでね、いい匂いがします。そしてこれはローズマリーですね。見てください、上の方にね、ちっちゃく花が咲いてるんですよ。可愛いですよね。はい、そしてこれがあれですね、ベイリーブスですね、はい、ローリエって言ったりしますけど。そしてこれはドライアップルをね、小さい、カクテル用ではないんですけどもね、小さい洗濯バサミとかがね、最近100均とかで売ってます。はい、結構ね、特にね、欧米ではこういう小さな洗濯バサミ、木製の洗濯バサミとかでカクテルの、ガーニッシュやデコレーションをグラスに飾り付けるというのがね、流行ってたりもするので、ドライアップルを、はい、飾りたいと思います。またドライアップルの作り方なんていうのもね、以前動画で紹介してるんで、そちらもね、はい、飾るだけで急に彩りができますから。こんな感じです。ほら、可愛いらしいでしょ。どうですか、見えますか、そっちから。この辺がいいんじゃないかな。はい、お待たせしました。これが僕の作るティアラジャスミンアップルです。はい、ユートピアの、バリエーションですね。それではいつものように飲んでみたいと思います。サルー。バルーングラスで作ると何が起きるかっていうとね、これ自分作って何回も飲んでるんで、あえて説明させていただくと、上の方は先ほどカルダモンのビターズをかけてるので、そしてローズマリーとかローリエ、フレッシュなレモンジュースとかが入ってるんでね、上の部分は本当にね、ハーバルな香りなんです。だけど飲むとジャスミンやアップル、そしてグレープフルーツなどの、柑橘の香り、あとは紅茶の、カテキンの苦味、ジャスミンの本当に本来持ってる華やかな香りとかが飛んでくるので、香りと飲んだ時の味わいがものすごいギャップが出ます。だからこれ普通大体香りを嗅いだ後の味って、おおよそ想像できるんですよね。この想像がすごくね、できないカクテルでね、香りと味わいのギャップがものすごい面白いカクテルだと思います。ぜひお試しいただけたなっていうふうに思うんですけどね。もう一口いただきます。美味しいな美味しいですね、これね。本当に僕何回も飲んでるんだけど、改めて思うけど、これは本当試してほしいです。いいですね。はい、今回でこの動画は終わりです。また来週もぜひね、楽しい動画をお届けしたいと思ってますんで、どうぞお楽しみに。じゃあまたね。